何やお前。さん、エアコンが故障したって聞いてきたんですけど。だからその件はもういいの、治ったから。あ、じゃあ一応問題ないことを確認させていただいて、そしたら書類にサインだけお願いします。なんで修理してねえのにサインがいるんだよ。とにかくもう帰れって。あ、ちょっとお手洗い借りていいですか。実はさっきからお腹の調子が。ダメだ、漏らせ。なんやお前は。少しだけ話したいんですよ、村瀬さん。俺も命がけで来たんだ。それに免じて。じゃがし、ヤクザ舐めとんのかこら。
何が目的や、お前。